現行のアトレイやハイゼットカーゴのキーレスキー登録方法は、やり方が変更になっていたので、簡単に説明したいと思います。また、キーレスキーの種類と、簡単にキーレスキーを作る方法も、後半で説明します。まずは、キーシリンダーからキーを抜きます。運転席のドアロックをアンロックとし、運転席ドアを開けます。バッテリーのマイナスを外します。これで準備は終わりです。それでは、3つのキーを、順番に登録する手順を、説明します。まずは、バッテリーのマイナスをつなぎます。つないだら30秒以内に、次の作業をしてください。次は、キーシリンダーにキーを挿し、すぐに抜きます。次に、運転席のドアロックを、ロック、アンロックと、3回行います。次に、運転席ドアを閉め、すぐに開けます。すると、ドアを開ける瞬間に、ドアロックが自動で動きます。1個目のリモコンのアンロックを5秒以上押します。すると、ドアロックが自動で動きます。再度リモコンのアンロックを1秒以上押し、ドアロックが動くのを確認します。2個目のリモコンのアンロックを5秒以上押します。すると、ドアロックが自動で動きます。再度リモコンのアンロックを1秒以上押します。リモコンのアンロックを押し続けますが反応しません。リモコンのボタンが四角い古いタイプは使えません。次は、キーレスキーの種類についてです。この形のキーですが、中に入っているトランスミッターは何種類かありそうです。確認していないので、すべてが使えるかはわかりません。そのため、今回は現行型を使用しました。最後に、予備の鍵を購入したリモコンに付け替える簡単な方法を教えちゃいます。若干強引ですが、購入した鍵をペンチで固定します。次にバーナーを用意します。鍵の金属部分だけを熱します。熱しすぎるとケースが変形してしまうので、注意しながら熱してください。はい、簡単に外れました。外れた鍵は、こんな感じです。次に、予備鍵の形を合わせて切断します。予備鍵をつけたら、再度炙って、鍵をケースになじませます。鍵とカバーの間に隙間ができるので、パテで埋めます。グルーガンで埋めてもいいかも。ご視聴ありがとうございました。で、よかったら、チャンネル登録、いいね、をお願いします。